カターニアはイタリア共和国のシチリア島東部にある都市で、その周辺地域を含む人口約31万人の基礎自治体。カターニア県の県都である。イオニア海に面した都市で、北方にはエトナ山がそびえる。シチリア島ではパレルモに次いで2番目に大きな都市である。カターニアはカターニアもしくはカタニアと発音される。日本語文献ではカターニアのほか。 カターニャ、カタニアなどとも表記される。カターニア県東部のコムーネである。カターニアの市街は、白草から北北西へ 51km、エンナから東へ 72km、メッシーナから南南西へ 87km、州都パレルモから東南東へ 166km の距離にある。都市の北方には活火山の江戸ナ山がそびえる。隣接コムーネ隣接するコムーネは、 以下の通り、括弧内の SR は、シラクーザ県所属を示す。紀元前8世紀頃、古代ギリシアの植民都市として建設されたが、第一次ポエに戦争中の紀元前263年に、ローマ人に占領され、また11世紀後半には、ノルマン人に略奪された。1169年と1693年には、エトナ山の噴火で出た溶岩を及びそれに伴う、 地震により大損害を受けた。1434年、シチリア島で最初の大学カターニア大学が設立された。第二次世界大戦では連合軍による軍事爆撃で大きな被害を受けた。ベリーニ庭園サッカーのクラブチーム、カルチョカターニアの本拠地である。カルチョカターニアは1946年創設のチームで2006年から2014年にかけて、 セリエ A に属していた。ヤオ長への関与による処分などを経験し、2017から18、シーズンはセリエ C 所属。ホームスタジアムはスタディオアンジェロマッシュミーのパレルモに本拠も多く、US チッタディパレルモとはライバル関係で、その試合はデルビーディシチリアと呼ばれる。2007年にはカターニアでのパレルモとの試合で、サッカーボードが発生して死傷者が出、 イタリアサッカー界に衝撃を与えた。女子水球クラブチームの AS オリゾンテカターニアが本拠を置く。カターニアには以下の分離集落がある。ありがとうございます。